こんにちは。アンド八五二八五二 TV スタート。はい、八五二です。11月29日、埼玉のね工場から蜂の駆除の依頼です。ちょっとねめっちゃでかいっすよ。めっちゃでかくてこんなサイズ35から40あると思う。ただ蜂は飛んでないんで、まあ多分大丈夫だと思うんだけど、まあ一応ね安全のため、ネットはかぶります。ネットはね、これ最大で3、400匹いたんじゃないかなと思います。すごいですね。ではね、バルさん、バルさんで100均で売ってるね。最近ねダイソーでも売ってんだよね、バルさん100均で。キリタイプのバルさん、あ、どこ行っちゃったっけ、今持ってきたんだけど、どこ行った、あったあった、これこれね、これさバルさんなんだけど、これキリタイプだからなるべく上向けないと出ないんで、ね一応ねこのゴーグルも併用して撮影していこうと思います。ちょっとね周りの草をちょっとカットしますね、分かりにくいんで。まあ許可いただいてますんで、周りのちょっと草切りますよって。一応ね、ネット、メッシュのね、やつはかぶって、メッシュの、あ、蜂いますね。出てきました。出てきました。蜂出てきました。お、ほら、見えるかな。蜂いましたね、ほら。これは、これは。今日はね、気温がね、20、17度ぐらいまで上がるっていうこと。いますね。ちょっとあんまりやると刺されちゃったらやばいんで、やっぱね、音で反応しましたね。出てくる場所を探してみようか。飛んだ？ね、しゃがんでるとね膝小僧刺されちゃうんで、なるべくね しゃがまないでやりたいですね。ちょっとなるべくここカットして見えやすくしたいですね。前方があらわになってきました。あそこか、出入り口。3000円で買ったやつはまだあんまり使用してないんだけど、ちょっとね今ね一応ねかぶりますからね。ゴーグルの方はかぶっちゃうんで、ゴーグルの方は見えにくいですけどね。まあ並行して何この携帯の方でも撮影するんで、はい行こう。ちょっとね、周りの草をちょっとカットしますね、分かりにくいんで。
まあ、許可いただいてますんで、あの周りのちょっと草切りますよって。一応ね、ネットメッシュのねやつはかぶってメッシュのあ、蜂いますね。出てきました。蜂出てきました。おお、ほら見えるかな、蜂いましたね。ほら、これは今日はね、気温がね、17度ぐらいまで上がるっていうこと。いますね。ちょっとあんまりやると刺されちゃったらやばいんで、やっぱね、音で反応しましたね。出てくる場所を探してみようか。飛んだ？ね、しゃがんでるとね、膝小僧刺されちゃうんで、なるべくね、しゃがまないでやりたいですね。ちょっとなるべくここカットして見えやすくしたいですね。待って、前方があらわになってきました。あそこか、出入り口。やっぱ今年はさ、暖冬だったからさ、いるんだね今年は。まあ異常気象だよね。ちょっと雑草さんがねすごくてね、ほらだんだんに入っていったでしょ。ほい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 、入ったね。じゃああとは、あ、帰ってくるのもいるね。よく行ってたんだね。やっぱね、気温がまだね17度ぐらい今日上がるんだよね。ちょっとこれ以上刺激するとまずいんで、じゃあ例のバルさんで行ってみましょうか。入れましたね、ほら。取ってから何センチか調べりゃいいか。じゃあ、ちょっとね、一応これはね、持ってきたんだけど、あれこれ、これも邪魔だね。一応ね、これも持ってきたんだけど、これね、バルさんでやりましょう。ちょっと車が来ないのを確認して、じゃあね、バルさんちょっと一発撮影しましょう。ほら、だんだんね入ってったでしょ。ほい、入ったね。じゃああとは、あ、帰ってくるのもいるね。よく行ったんだね。なんかね、気温がまだね17度ぐらい今日上がるんだよね。ちょっとこれ以上刺激するとまずいんで、じゃあ例のバルさんに行ってみましょうか。入れましたね、ほら。じゃあね、バルさんの準備が整いました。一応ね、これはね、聞くのは確認してるんで、今の感じだとね、100匹いますね。で、入れたら、万が一のことがあったらこれで攻撃します。虫取り網も持ってきておきましょうか。
まだね11月29日もうすぐ12月なんだけど、まだいましたね。一応これもちょっと取れるところに置いていきましょう。ではですね、見えますでしょうかね。いますよ。あ、出てきた。行くよ。ちょっと穴大きい。行くよ、行くよ、行くよ、行くよ。3、2、1。一回出してからの方がいいか。わーん。おお、いい感じ、いい感じ、いい感じ。入ってる、入ってる、入ってる。いいよ、いいよ。さっき角度がいまいちだった、ほらほら。実質110円。まあ、危険なんでね、真似はしないでくださいよ。私はもう何回かこれやってるんで、絶対大丈夫はないんで、一応ね、エピペンも持ってきてるし、今日はね、冷蔵庫に置いといたいエピペンを持ってきました、今日は。久しぶりに。これね、下には、殺虫剤行くんですけど、なかなか上には行かないんで、上生きてる場合あるんですよ。この上の反対側のここら辺にいる蜂が生きてる場合あるんで、これはねプロでも分かんないですよ。それはこれでも1分以上あるね。6畳から8畳用だったかな。まあ、でも110円なんで、まあ、でもあんまり飛ばなかったんで、弱ってはいるんだよ。弱っては。ちょっとね、やっぱね、こう向けないと出てこないのよ。ほら。残りわずかだから、上向けたり横向けたりしないと、これはね真似しちゃいけないですよ。やるならね、煙タイプ、煙のはまあ多分いろんな角度でもなんか突っ込める、横とか。これはね100均のは安いんで、ガスがこれ全部は出てこないと思うんだけど、もうさ、入り口で多分固まっちゃってるから、中にいる蜂はね、大丈夫かもしれないんだけど、まあ、なんとも言えねえ。開けるなら、何分かしてから、5分、10分してから開けないと、で、ね、戻ってくる蜂いないっすね、今んとこ。まあ、さすがに11月29日だと、よっぽど昼頃にならないと、気温がね高くならないと多分だけど飛べないと思うんだよね。一匹さっき飛んでたけど、でもねこうやってネットかぶんないと、万が一のことあったらやばいんで、俺刺されちゃったら意味ないんでね、もうほぼこいつの出もなくなってきましたけど、これね、棒でやるのは危険です。お、帰ってきた、一匹。一匹飛んでってたのがいたんだ。ほら。
食べれるね、これは。こっちね、そう、何があるかわかんないんですよ。もう飛んでないんだから、顔の取ればいいじゃんなんていうのもあるかもしれないんだけど、ああやってね、イレギュラーなことがね、まれにあるんですよ。だから絶対はないので、油断、昔ね、若い頃は、昔はね、やっぱ油断してたから何度か刺さっちゃったんですね。今年は今んとこ刺されてないんだけど、まあ油断しないようにはしてます。やっぱね、痛い思いしたくないよね。でもね、手入れがこうやって行き届いてないところはこういうのができるんですね。手入れがされてないところ、これまだ上はねいるかもしれないですからね。あとまだ帰ってくるやつもいるかもしれないし、本当まだわかんないっすよ。ただ全盛期の頃に比べたらもうそりゃ危険度はだいぶ下がってはいますけど、本当ね、帰るまでねわかんないっすよ。車の中にさ、この蜂が入り込んじゃったりすることもあるんで、勝てか。やっぱね、手入れはね必要ですよ。手入れはね、植栽の手入れ、入ってないところはこうやってできやすいんですね。まだ数匹はね外出してましたね。今ね2匹はね帰ってきたの見たんで、これがその全貌です。ほら帰ってきたね。だから絶対はないんですよ。ちょっと測ってみよっか。では行きますね。35。まあ35だね。ちょっと後で撮影しないといけない。2匹ぐらいいるんじゃない？ほら2匹。ってことは合計4匹飛んでってたってこと？今んとこね。取れてないか。飛び方はさ、ほら、のっちりしか動いてないでしょ。だあんまり飛べないと思うんだよね。あんまり。飛び方がさ、緩やかだよね。多少は帰ってくるということですね。ほらまだいた。
だからね、まあ、撮って1時間ぐらいで終わりますって話をしてあるんで、1時間ぐらいは他にもないかね、ちょっと見てあげて。まあ、戻り鉢も取ってあげるということですね。別に植木屋が見つけたわけじゃないんで、でね、気温上がってくるとこの活発に飛びますからね、これもで攻撃してくるわけですよ。気温上がると、今気温がまだ低いんで、なんとか飛べる程度、今は。なのであんまり攻撃してこないけど、ちょっとね、ここね、剪定っていうわけじゃねえけど、やっぱね、人間の髪の毛もそうだけどさ、剪定は、剪定っていうか、カットね、しないとボーボーになっちゃうじゃん。そうなると、傘を差したようになって、テントを張ってるような感じになって、爬虫たちが住みやすくなっちゃうんですよ。だから、庭木の剪定は、やった方がいいんだけど、季節間違うとね、季節間違うと蜂の巣があって蜂刺されちゃうわけなんで、まあゴールデンウィークの1日をね、植木の剪定の日にするとかね、にしないと、夏頃にね剪定なんかやっちゃうと、蜂の巣がもう大きくなって刺されちゃうんですね。で今さ、こうやって草刈ってるけど、向こうの蜂の巣の中の蜂が死んじゃうわけですよ。まだ殺虫剤入れた時っていうのは仮死状態なんで、最後のね力振り絞って攻撃してくることもあるわけなんで、あんまり巣が開けちゃいけないんですよ。これはね、まあわかんないけど、そう、毎年じゃないけど、2年に1回か3年に1回、植木の剪定をね、入れないと、小枝が多いんで、ね。たまにこういう剪定の仕事もやるんだけど、ほら、プロじゃねえんで、落とすだけ落としちゃうんだよね、俺の場合。だから金木犀の木切ったらさ、ほぼマッチ棒みたいになっちゃって、お客さんがあら、こんなになっちゃったとは言われちゃったんだけど、ただまあ、いや金木犀なんかね、もう3年もしたら元通りですよっていう話はしてありますけどね。この木なんかさ、隣ん家の敷地に出ちゃってるじゃん。だからまあ、切った方がいいんだよね、本当は。多分ね、隣から苦情とかがない限り、切らないんだと思うんだけどね。もう戻ってくるのはいなくなったね。じゃあさ、蜂の巣を開けてみましょうか。
OK？ まあそんな感じでさ、そうテレビはさ、まあ見てて多分みんな感じると思うんだけどさ、いろいろ面白おかしくさパフォーマンスしてハチ駆除してるんですよ。まあ俺も多少はねもちろんやりますよ、 YouTube で見てもらうためにね。たださ、やるならやるでさ、ノンフィクションじゃなくてフィクションじゃん、完全なその撮り方がね、フィクションなんで、ちょっとこの撮り方は通常の撮り方と違いますよっていうさテロップをね、まあ最初か最後に流すのが本来のテレビのね、やらなきゃいけないんじゃないかなと思うんだけど、もうさ、なんて言うんだろう、面白おかしくは標準化されちゃってるんだよ。ハチ駆除業者がみんなそんなさ、あんな撮り方で撮るわけじゃなくてさ、普通はさ近所迷惑になんないように、あと通行人の迷惑になんないように撮るわけだよ。俺なんかね、なるべく、まあ、もういないだろうと思って木を切ってたらね、出てきちゃったけど、出てきちゃったとは思ったけど、ちゃんとさ出てきて叩いて飛ばしてとかそんなことはやらないでしょ。中に全部入ったのを確認して殺虫剤っていうかバルさん入れたんだからさ、そういうのが本来のねやり方であって、これだけどこれ110円だよ、安いよ。で万が一の時はこれでね、まあ攻撃するわけだ。で、これね、ちょっと一発、撮影しますね。ポートレートの方がいい？35センチでした。ピント合わないときはね、ポートレートにするしかないね。じゃあね、ちょっと、開いてみましょう。で出てくるかもしれないので、ちょっとこれもね置いて、ノコギリ持ってくればよかったな。ちょっと半分切りたいね。とりあえずさ、ここは多分生きてるのがいるかもしれないんだよ。だから蜂の巣、乳頭、ここで今顔を出したら殺虫剤入れるんだけど出さないね。
昨日はね、御殿場の方に行ってきました。アウトレットとね、時の住処っていうイルミネーションね。でさ、食べ物食べてきたんで、それをが結構面白かったんで、 YouTube で公開しようかなと思って。イルミネーションで公開するというよりも、アウトレットもね、結構楽しい買い物をしましたね。まあ年に1回行くとね、よし、これでお客さんに見せられるな。蜂が何匹いたかっていうのはお客さんの前で見せるんで、ちょっとね、このまま今蜂がね、お客さんの前で出てこないかどうかの確認をしたんですね。大概ね、こっちはね、下側ね、ほら、あの重いから殺虫剤は下はほぼ死んじゃうんですよ。でね、上にはなかなか殺虫剤いかないんで、上に生き残る可能性あるんで、で、まあ今ね、お客さんに見せる前に、あの、生き残ってるやつがいたらまずいんで、で、今確認したわけですね。これだったらまたくっつけて35ですっていうのが、お客様に見せられるので、で、あとね、20分は今からちょっと他にもないか確認します、そこら辺ね。あとその帰りに、何？ほら、戻り鉢がね、いないかどうか確認するんで、僕ね、ちょっと今から、あ、蜂がいるね、これ。戻り鉢がいたらさ、やばいんで、だからね、こんな生い茂っちゃってるとわかんないもんね、飛んでなければ。今の季節だとね、ま、あの通常はね、蜂の巣叩いてもブーンと攻撃、この蜂はだよ、黄色は攻撃してくるけど、小型は多分攻撃してこない、過去の経験上。ん？取れてないか。ほっ。いや、戻り鉢もいますよね、こうやって。で、木が、木っていうか、あの、枝がさ、だいぶ、葉っぱがね、取れてきてるんで、今ね。結構葉っぱ落ちてきてるから、蜂の巣がだんだん見えてくるわけですよ。夏は生い茂ってて見えなかったところが、今の季節は見えてくるので、それで見つかったんじゃないかなと思うんですよね。多分トラックの運転手とかかな、ここ車が通るので、トラックの運転手か作業の方が見つけたんだと思うんですけど、ここね、毎年来ますよ。もう5、6年。だから、5、6個目。あの、YouTube 始めたのもあれなんで、他の何個かは、ここのやつもあるんじゃないかな。去年かおととし、なんかこういうやつやったような気がするんだよね。あの、こういうとこについてて、こういうのね、ここにあったやつ、ちょっと多分残ってると思うんだけどね、 YouTube で。お、いくつだ、カラスかな。こんな生い茂っちゃってると分かんないからね。ただね、あの、12月になればもういないよって言いたいんだけど、ちょっと今年はそうもいかないみたいだな。まだ今のだと50匹ぐらいいたよね、今の感じ。一応ね、あの、30センチっていうか、20超えて、30超えてるのは、2万でやってます。あの、いてもいなくてもなっちゃうんだけど、
まあ、1月に入れば9800円でやるかな。でも足場が悪かったりするところはちょっとそれだと厳しいんで、6メーターまではね、そういうぐらいの金額なんですけど、8メーター9メーターもたまにあるんで、なんとかね、この工場の上とか窓ぐらいなら届くんですね。あとアマゾンだと届くんだけどね、9メーターの玉編みのやつあるから、だから自分の体入れると10メーター以上行くんだけど、足長なら落っことせるんだけど、でかいこんな大きいやつはちょっと、殺虫剤入れてあげるとかその程度できるかもしれないけどね、綺麗には落とせないですね。やっぱね、草木はね、手入れしないとこういうことになるんですよ。まあ、手入れしててもさ、できるわけだから。やっぱね、5月ゴールデンウィーク秋ぐらいに、植木の剪定入るといいんだよね。あと12月にね、やっぱ剪定入れるんですね。そうすると最高ですね。まあ、12月からね、冬に剪定してもらうんですね。自分で剪定してもいいですよ。もう、毛虫もいないんだから、蚊もいないし、もう今の季節ちなみに蚊がいないです。蚊がいないので、まあ、もう12月なんですね。もうすぐね、あと2日で12月なんで、もう、気温もね、汗もかかないよ、あんまり。だから、もうね、剪定されてる方も多くいらっしゃるんですよね。まあ、その時に蜂の巣が出てきちゃった場合は、そこの部分は、その木は切らないで、もう1ヶ月、正月になるまで待った方がいいですね。で、正月になってから、まあ、お父さんがいらっしゃれば、お父様に、蜂の殺虫剤買ってきてもらって、いないかもしれないけど殺虫剤、1000円ぐらいなんだけどね、入れてそれで取ってもらえば、業者頼むよりは安いですよね。なるべくさ、安く、ね、家計がやっぱね、値上がりでさ、大変な時代なんだから、そんな全部が全部業者呼ばなくてもいいので、まあ、でも心配だっていう人はもちろんね、業者にね、安い業者さんね、で安いとこ見つからない場合は市役所に電話すると、ペストコントロール協会の会社を紹介してくれるんで、まあ、そこの会社に電話してみて、こんな条件なんだけどいくらぐらいですかねって、まず先に確認取んなきゃダメですよ。もう来てもらってから見積もりだと、やっぱ、わかんないわけだから。ここさ、剪定されてるよね。なんかここだけくぼんでる。よくわかんないけど。俺がやったのかな。毎年来てるからさ。どこやったんだか覚えてないよ。俺も。ただ他はなさそうですね。一応さ、1時間待ってさ、最後にあそこの戻り鉢取って帰る感じ。ただね、遠くに行ってる鉢は全部取れないかもしれないんで、2日3日はその現場、場所にはあんまり入っちゃいけないし、植木の剪定もしちゃいけないですね。まあそれはお客さんには言ってるんですけど、ね、植木屋さんは必死ですよ、それは。もう今日全部やらなきゃいけない場合は、私付き添いで戻り鉢取りながら植木の剪定したりもね、したことありますよ。そらね一応ここら辺の木にはないんで、問題はないかな。全部が全部はね、たまにさ、こうやって工場歩いてると怒られる時あるんですね。何やってんだって。いや、蜂の巣何か探してるんですよって言うんだけど、
多分あとでその担当者の方怒られてるかもしれないけど、私は善意でね、善意でね探してあげてんだけどさ、そうすると何か所か見つかる時もあるわけですよ。だけどやっぱなんだろう、安全管理員なのかな、あれ工場内の安全管理員が自転車でさ回っててさ、まあそのなんだろう、会社の規定に違反してると始末書書かされるわけですよ。まあ何回か会社ので工場が入ったことあるんで、私も知ってるんですけど、安全衛生がうるさいわけですよね。それだけまあしっかりしてるって言ったらしっかりしてるんだけど、ヘルメットかぶってなかったりとか、まあ、それはね、会社入るときにヘルメットかぶらないとダメですって言われるんで、ここの会社はねヘルメットかぶんなくてもよかったんで、この帽子を今かぶってますけど、この帽子の上にこのねネットをかぶるんで、直接に刺さらないようにはしたんですけど、まあねありますよ、いろいろと会社によって。でもやっぱ厳しいところは本当にいいとこなんだと思うんだよね、なあなあよりも厳しいぐらいの方がさしっかりしてるってことなんで。いやね、でもそれで、まあすみませんでしたっていうのが言えないとね、ちょっとね企業としては問題になっちゃうんで、まあ会社の看板背負っていくわけだからさ、まあ、自分なんか個人でやってはいるけど、個人の看板を背負ってるわけだからさ、この木は大きくなりすぎだよ。隣んちの会社は木切っちゃってんじゃん全部、ほらね、見たらわかるでしょ。それはやっぱ手入れが大変だからですよ。俺ね、ここの会社に何回か、こっちのね会社に何回か行ったんですよね。これ植木必要なんですかっていう話ですよね。葉っぱが落ちればさ、こっちにも落ちるけど、まあ、もちろん向こうにも落ちるわけだから。でね、このねパイロンは2日3日この場所に置いておいてくださいっていう風にしてあります。それはやっぱ戻り橋がね来て、他の業者はさ粘着シート、ネズミ取りの粘着シートを置いてくっていう会社あるんだけど、回収に来なきゃいけないでしょっていうのはあるんで、いっぱいついちゃったらねやっぱ気持ち悪いし怖いんで、回収に行かなきゃいけなくなるんで、回収に行くとやっぱさ5000円以上取らないとちょっとね合わないんですよ。やっぱそうすると単価が高くなっちゃうんで、私はやらないですね。2、3日で、いなくなるんでっていうことで、そこで黄色スズメバチの時だけはちょっと再発する可能性もあるんで、小型はね、今日みたいな小型は再発しないんで、どっか行っちゃうんで、のですね、まず基本的に。黄色はね再発する可能性あるんで、黄色の場合はねごっそり切っちゃいます、もう。で、横に再発することはまずないんで、木の皮もね、剥がしちゃいます。電気のね、やつで。電気のサンダーっていうのかな、ああいうので、剥がしちゃいますね、木の。要は、再発しないように。黄色だけはほんと注意しなきゃいけないんだけど、でね、私の場合はね、再発しない、やつ、もう皆さんもご存知だと思うんですけど、私のね、YouTube 見てる人は、これね、パウダーのやつですよ。これパウダーのやつやっとくと、パウダーに殺虫成分入ってるみたいで、長期効果あるんで、まあ、これでね、私の場合はね、うまくいってるんですね。ああいうところに、黄色だった場合は、ちょっとブワーって真っ白くなるまでかけとくと、寄りつかなくなるんですよ。ただこれ高いんでね、これ1本1000円、1050円かな1080円かななんかするんで、ちょっと高いのが気になるんだけど、
だからね、これ4回ぐらいに分けて現場でね、さ、致死剤として使用してるんですけど、これはね、有効でしたよ。じゃあ、まあ、あと、12分前だけど、もう向こうに行きましょうか。お客様の前で見せようかなと思ってます。今年最大です。ええー、まあこんな蜂が入ってたんですけど、まだ開けてないんで、まだ出てくるんですけど、そうですね、50ぐらいいるかな。飛んで帰ってくるのもいたんで、まあ、こんな感じかな。50ぐらいですね、いましたね。ちょっと女王蜂らしきのは、これ違うか。ちょっと女王蜂らしきはいないかもしれないですけど、まあ50はいましたね。みんな大きいですけど、女王蜂みたいな大きなはいなかったですね。小型スズメバチなので、まあ、4番目ぐらいに大きなスズメバチかもしれないですね。まあ、これがお尻大きいので、でも違うかもしれないですね。ちょっと大きい女王蜂はもう冬眠に行っちゃってるかもしれないですね。今年暖かいんで、昨日ももう21度ぐらいまで上がってるので、まだこれだけいたんですね。で、これね、1層、2層、3層、5層、1、2、3、4、5なので、今年最大ですね。まだここにいましたけど、最大ですよ、これ今年最大っていうか、350いたかもしれないぐらいの最高に大きな蜂の巣ですね。ほぼみんな生まれちゃってるんですね。これはもうダメなんですけど、これ卵入ってるんですけど、ほぼ生まれちゃってて珍しいですね。蜂の巣は近所迷惑になりますので、見つけたら早めに取るようにしてください。今回の金額は2万円税ごりです。チャンネル登録よろしく、ゴリゴリチャンネル登録よろしく、ゴリゴリチャンネル登録をお願いいたします。電話番号は 080-9171-3688 です。最後まで見ていただきありがとうゴリス。